こちらね、高橋市と新見市の本当にもう境目なんですよね。もうすぐ1キロ先は新見市になるんですけども、今日はこの中井橋を越えた報告駅に行こうかなと思います。もう昔ながらの、ね、駅が存在します。そして以前も撮影したんですけど、また改めて来ましたね。これずらっとね、奥ゆかしさを感じる昔ながらの建物かな、昔からあったのかなと思えるような家が並んでますけど、その奥に今日の駅がございます。で、こちらが報告駅になるんですけども、こちらの駅なんですけども、山田報告というね、とってもね、学問に優れた、人がを輩出したという場所なんですよね。もうそれも江戸時代の末期に活躍した人でございます。で、この報告さん、山田報告さんをね、地域を挙げて、活性化の一つとして今いろいろとピックアップしているみたいですね。リアイセンターあるようです。で、ここが山田報告先生の旧宅、長瀬塾跡ということですね。いろいろ書いてますね。山田報告、備中松山藩士漢学者ということですね。はい、川沿いには十数本の松が並んでいて、対岸では専用の渡し船で渡っていたということですね。だからこの場所ですね。だから、要はこの下からということなんでしょうかね。で、この今駅に到着したんですけど、この駅の隣に報告駅資料館というのがあります。ちょっとね、時間の都合で今日はダメなんですけども、午前9時から4時までやってます。ちょっと写真でね、ご紹介します。この中に入って、駅員さんがね、切符を切る、発見するようなね、ここまで入ることができます。その当時の写真とかをいろいろね、確認することができます。こんな感じでちょっと名物駅長みたいな白い猫がいるんですけども、その中に、その中でというか、その横に駅があります。登録有形文化財になっています。というわけで、この国鉄時代のね、このプレートがあります。で、その当時、この階段をちょっと見えにくいんですけど、その当時この階段を使って上に登っていたのかなとか思いながらなんですけど、今はね、使うことができません。その代わりこの横市です。これをずっとね、通っていくんですけど、
でいう感じで、この駅に到着というかホームに入ることができます。でまあそこになんか石碑みたいなのが見えるんですけども、まあ記念碑だと思うんですけども、ちょっとね昭和3年のね、写真を見ると、このプラットフォームより奥に1軒2軒3軒の、家があったということです。まあ、この報告さんに関係する家だと思うんですけども、今ではこの石垣が、残ってます。この上にお家があったということですけども、でちょっと離れてちっちゃな建物があった感じでございます。ちょうどね坂になってまして、坂というか、あでもまだちょっと気になる建物があります。ちっちゃいんですけどもね、なんか家ではないと思うんですけども、なんか祀ってるようなね雰囲気のある、ちっちゃな小屋があります。まあ、ここにねあの家があったということですけど、立派な木に囲まれてということですね。はい、いう感じで、まあ、今日はお届けしたんですけども、まあ、最後にねちょっとおまけ的な感じで、せっかくなので、まあ、この白尾線なんですけど、一部ね単線なんですよね。だから列車をこうあのどっかで待って、上下うまく、交わさないといけないということで、ちょうどこの駅が交換駅になっているようです。特に特急やくもの場合は、ここに停車して交換するようです。というわけで今日はこんな感じでお届けいたしました。ぜひ皆さんあの機会があったら行ってみてください、時間を合わせれば、特急やくもが停車するということです。あの決してあの乗車することはできないので、その辺ご注意ください。今日はありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。